どうもこんばんは、下田です。この動画はですね、ちょっともうちょっと早く上げようと思ったんですけど、ちょっと遅れました。なんで上げたかっていうと、香港さんっていうタレントさんが、安倍元総理の暗殺事件で、まあ、YouTube 僕も見ましたけども、もう一人スナイパーがいるんじゃないかっていうようなことを言い出してたっていうのが一点と、あと、前回の僕のこの YouTube の動画の中で、青山茂原さんが消えた銃弾のことを言ったっていうことを言ったと思うんですけど、言ってないみたいなリプライがあったんですけど、夕刊フジの25日の記事を見ていただければ、青山さんがそういうことを、言ったということを報じてますので、ちょっとよく見てから言ってくださいね。で、香港さんが、まあ僕も動画見たんですけれども、非常にああいうこと言うの危険なんで、全く根拠がないこと、やっぱり出ると思ったんですよ。陰謀論というものが。まず動画を見て、なんでスナイパーがもう一人いるのって分かるのって話っていうのと、当たり前なんですけど、事件現場とか事故現場っていうのは、現場に行かなければ絶対に分かりません。で、動画も、動画って言っても多分、一箇所しか撮ってないものを見て判断してるのかもしれないんですけど、それで、消えた銃弾とかその辺のことを言う、多分、青山さんも行ってないですよね。現場に。奈良県の暗殺現場、銃撃現場に。相変わらずやっぱり出てきたのが、やっぱり、第二のケネディ事件みたいな感じで、オズワルドじゃないかみたいな感じのこと言ってるんですけども、まず現場にも行ってない人が何を言ってるのかっていうことですね。で、まずはだから静観しましょうってことを僕は言いたいんですよ。まず山上容疑者の自供すらまだ出てきてない時点で、これ暗殺者がもう一人いるとか、スナイパーが一人いるとか、あと後ろから撃たれたんじゃないとか、これあなたの感想ですよねっていうじゃなくて、それあなたの想像で、妄想ですよねって言いたいですよね。基本中の基本ですからね。現場に行って、現場の状況を見て判断、現場に行かないと分かんないことって本当に多いんですよ。事件現場、事故現場っていうのは。それなのにも関わらず、動画で見て、なんで6メートル離れたところから一発目当てられなかったんだろうとか。そんなもんは、そういうものなんでしょう。そういうものだったんでしょう。で、今調べてるわけじゃないですか。だからそこで、スナイパーがもう一人いるとか、オズワルドじゃないかとかって。で、大体しかも、ケネディの JFK の暗殺事件と比較すること自体がもうおかしいじゃないですか。っていうのは、もう、一番の情報、あれが、違いが動機。山上容疑者は、今のところ、動機がなんとなくはっきりしてるわけですよ。はっきりと、なんとなく分かりかけてきているんですよ。警察が、記者にこのリーク、話してる内容が、まず、統一教会絡みで、恨みを持っていたっていうのが、警察だけじゃなくて、それはまあ、紙媒体、新聞メディア、電波メディア、まあ、テレビメディアの記者の皆さんが調べて、なんとなくくっきりとした概要が出てきているんですよね。それが動機。だけど、ケネディの暗殺の場合っていうのは、まだわからない CIA 陰謀説とかいろいろありましたけど、あれはまあ、落合信彦さんが、言い出してることなんですけど、あれもともと、落合信彦さんの元ネタの、ギャリソン判事だったっけ？検事だったっけな？ちょっとごめんなさい。そこら辺が曖昧なんですけど、彼の書いた本が元ネタですよね。で、それで、映画にも、ケビン・コスナー主演でなったのが JFK でした。JFK の映画になってますけれども。なので、全く違う。なんで JFK と安倍元首相の暗殺方向に並列並べるのか全くわからない。まあ、元首相だからっていうことでしょうけどね。共通点が。だからといって全然並べること自体が全くわからない。で、とにかく言いたいのが、また出た陰謀論がっていう。その陰謀論の根拠が、青山さんの言ってる消えた銃弾なのか、片田さんも言ってるのかわかんないんですけど、その程度の根拠で、もう一人のスナイパーがいるとかっていうような陰謀論っていうのは、本当に危険だから、やめてくださいって言いたいですね。黙っててくださいって言いたいですよね。だって、そういって、いろんなその人の心を惑わせてるだけじゃないですか。で、違ったらどうするんですかね。ちゃんと、まあ、多分謝らないと思いますけど、謝罪していただきたいぐらいですよね。僕は、
まあ、山上容疑者の自供を待って、そして警察の、どのようにして発砲したのかっていうのを、まあ、こと細かに、事件現場の模様が警察発表で分かってくるでしょうから、奈良県警と、警視庁かな？警視庁の SP だったっけ？分かってくるでしょうから、それを待って判断して、ちゃんとしたその公的な材料が得てから、自分の考えを述べるべきであって、何も出てきてなくて、現場にも行ってない人は、そんなことを言うなって言うんですよ。本当に。本当に危険だからやめていただきたい。危険だし、愚かです。本当に。で、そんな、なんか、陰謀論ってもう必ず出てきて、で、そこでまた、あ、やっぱり陰謀論良くないね、みたいな。でもまた出てくるみたいな。歴史に学ばない人は愚者ですからね。本当に歴史に学んでいただきたい。何の根拠もない陰謀論、本当に危険だから、特に香港さんですかね、やめていただきたいというふうに思います。なので急遽この動画を上げました。ということで、まあいいねボタンを押していただければありがたいですし、登録ボタンを押していただけるとありがたいです。で、この辺で失礼します。どうも。